はい、皆さんこんにちは、大和屋です。本日も豊洲ぐるり公園に来ております。本日なんですが、午前中になかなかいい方のクロダイをまた高い位置でかけて結構楽しいファイトができたんですが、 GoPro9 の調子が悪くて結局映っておりませんでした。そういったわけで GoPro7 を使ってこちら撮影していっております。最近大変若い視聴者の方からいろいろ声をかけていただくことになりまして、何回か一緒に釣りをすることになりました。釣りを開始して1ヶ月のキャリアらしいんですが、まあ、なんかものすごい好きになってくれたみたいで、釣りがですね。でほぼゲームの時間も返上して外に出て釣りをされているようです。環境情報はこちらになります。晴れの大潮ですね。上げで満潮付近です。時刻は夕方の5時で、濁りはかなり入っていました。まだ釣りしてたの？なんか釣れた？釣れない？そっか。誰？クロダイ？網で取るってどういうこと？なんか網だけで取る。そんな人いる？マジで？どうやって取るの逆に？本当にすごいねその人。今もまた当たったす。ツンってなったよ。俺のとこも当たりあった。今すごいここに魚溜まってるわ。あ、またやられた。あー、くそ。あー、もうちょい待たなあかん。あー、やっぱ食われた。ほらめちゃくちゃ食われてる、クロダイに。すごいいっぱいいるくせに全然食いつかん。ちょっと作戦変えないとダメだなこれ。磯目絶対いいよそれ。それちょっとしばらく粘ってみ。それで、あ、下部分食われてるやろ。そうそう、多分ね、あのハゼとかなんか他の大きい魚も食ってるよ今。うん、今が多分一番釣れるよお魚が。今日はね、クロダイの活性が確かに高いんだね。あ、バチャンして。来た？ほら、あー惜しい。もうちょっと待った方がいいよ。いやー、2、3秒待った方がいい。もっとググググググって竿が引き込むぐらい待った方がいいわ。その魚がシーバスか、あのハゼかどっちか分かんないからね。どちらにし、うん、すごい重かったシーバス。
大丈夫と思うけど。ありがとう。でかっ、これもまたいいシール。うお、こんな動きながら、45か行ってかいかんかぐらいじゃないか。結構いいサイズやね。ほら、いやいやいや、嬉しいよ。当たり前や。当たり前や。刺さってるかな、針。刺さってると思う。でかこれ。やばい、大きくないこれ。意外とでかい。あれ大きいね。おー、え、俺。あ、向こうやるわ。ごめんごめん。40は超えとんね、これ。さっき見るかな、これ。ああ、お、50はいかんけど、どっちかな。ちょっと差をごめんね。こっちまたいちゃダメだよ。よし、こっちおいで、こっちで。ほら、ここに見て。あ、そうか、うん、こっちから見た方が見やすい。持って、これ、ほら。おお。持てるんだ。うん。もう、慣れ。縁のここにかかってる、ほら。いいところ。あ、でも、青い針みたいな。よいしょ。かけられると激痛なんですか？かけられると血が出るね。なんか、青い、あの、なんだっけ、さっき言ってた。ん？さっきというか、前言ってた。刺してたじゃないですか。なんだっけ？あ、あ、そっかそっか、タグは打ちます。確かに早めに測ってタグを打ちます。うん、うわ、 1.、 見えねえ。 1.8815。 はい、 1.、 300円分の価値。そう、よし、入った。どこへ買った。よいしょ。バイバイ。バイバイ。あ、死んだくさくね。いや、死んないでいいよ。こう、元気にさせます。あ、出た。ほい。行く行く、ほら、行け。おい、おい、だけ。あれ？よく、よく、ほら。バイバイ。バイバイ。もうちょっと、よいしょ。本日もご視聴いただき、誠にありがとうございます。今後も水質資源の保護に励んでまいります。応援いただけますと幸いです。